はい、ニケル国会議員美和チャンネル突撃永田町スタジオ赤坂プラスから公開生放送でお送りしていますこの番組は赤坂のスタジオから水曜日の夕方6時国会議員の方をゲストに招いていろいろお話しいただきます生放送視聴者加型番組ということでご覧になっている皆様からユーストリームやニコーナーなどのコメントを通じてご意見やご質問などをリアルタイムにいただき公開していこうと思います第178回目のゲストはこの方です 共産党大平義信衆議院議員です。こんばんは。ありがとうございます。名前が自民党っぽいですね初めて言われたどの辺が？歴代首相のねお名前で大平首相ってのがいたんですね。あんまり存じ上げないんですけど。そうですか。ちょっと心情はね、ちょっと違うかもしれませんよね。いや本当にあの共産党の方があの出演されていただいて、一二三四五。 5回目5回目ですか、すね、今日5人目ですか5人目ですねキリがいいですねありがとうございます、本当にこちらこそ、今日はお招きいただいて、ありがとうございますいこちらこそ光栄ですよ、あの去年はようやく公明党の方が出演してくださるようになって、まだまだ共産党には,とは遠いところなんだなと思ったところに、うん、去年からですね、清水さんから、清水正さんから、うん、共産党政権がみわチャンネルの中で始まりまして。うん、なるほど いや年私もそうなんですけども2014年の12月だから今から1年と4か月前の衆議院選挙で共産党8議席しかなかったのが21議席に2.6倍になりまして私も初めてそこで来たんですけどもですもんですから言われるちょっと幅も。 きっと広じゃあやはり議会でもねこうちょっと大きな顔はできますよね <laughs> いいいいもう今まではこう少数派の少数派といったらなんですけどね,ね。<laughs> 少数派の意見も尊重せよっていうことをまあ、ね。と言ってもなかなか声が届かないみたいなね悔しい思いを。 ね、ずっとされてますけどね。質問時間が伸びて、ね、えー、テレビに出る機会も、まあ、こういうことも含めてね。そうですか。うん、させていただいてるのかなというう思い。富雄チャンネルも、ね。認められた感じがして。がいえいえ、こちらこそ。毎日緊張して新聞を読んでおります。一気楽にやってください。なんかあれですよね、初期。はい 局長も変わられたという<あ>最近ね、普通の一般紙にも出てましたよね。えっと昨日の話よくご存知で。どなたがどなたに変わられたんですか。あのー、も,ともと2年前から、えええー、山下芳樹参議院議員をやられてる山下芳樹さんが、ええ、小局長になられて、はい、まあ2年間やってきてたんですけども、ええ、昨日まあ共産党の中央委員会総会という会議をしましたね。はいええ、そこで、えー、やっぱり参議院議員の 小池晃さん、テレビでは結構おなじみかと思うんですけども、有名ですよね。制作委員長をされてた方なんですけども、この方が新たに初級局長に交代するということ。なんか健康上の理由でそうなんですね。とか悪いんですか？悪いんですかってあんまり。もともと持病で肝臓の方に肝臓あの病気持ってたんですけども、やはりこのまあ付き合いながらやってきたんですけども、初級局長の任務はね。 結構重圧なんですこうやってみんなで支え合って運営することはしながらもね共産党でもそういう初期局長というのは重圧なんですかですから、具合を悪くしてドクターストップでということで今回、交代することあでもおっしゃってくれたようにずっと共産党ガールズが3人も続きましたた人続きましで、そして共産党ボーイズ一番若いんですって 男性の中ではそうですね。今三十八歳になりました。三十八歳で共産党の代議士がいる時代っていうのが来ると思いましたか。<laughs> 今までそんな若い方っていらっしゃらなかったんですよね。よね確かそのだから二千十四年の前までは五十代とか。若、ええ、方が一番若い方っいうことでね。で共産党も変わりましたね。いや三四十代がおかげさまで。えー たくさん増えました。だって共産党ガールズと言っても、装飾ないって、うん、いうかもう、素晴らしい。こうお友達にもなりたいみたいな、おしゃれも語れる、政治も語れる、可愛い。そうです。そういう人たちが。普通の、普通にさらっと女子、普通の男子で。隔たりがだんだんなくなって、ますね。そうではい、素晴らしいですね。入共産党ということで。はい、それでは行ってみたいと思います。はい、幸せ戸数年表です。はい。はい これを知ればですね、<ん>大平義信さんの反省がわかるということで、まあ結構これ初めてですね、この初めて？え棒一本はありましたね、<ー>自民党の方でね。そうですか。はい。ん<ー>え1978年に広島生まれ。そうで、ん、す。育ちということで,す、ねそです。そうです。ね。そうです。え大平家の次男として誕生ということで、実家はどんな家だったんですか？あのー、広島といえば。ええ ええ、さん、何が連想されるでしょうか、単語として。私調べてきたんで、分かりですけど。あの、お好み焼き、あの、ご子息として。もう言われてしまいました。そうなんです。広島といえばね、あのお好み焼き。たまんないですよね。食べたことあります。あります。あの、市議会議員時代に、視察に行って。あ、広島に。ねえ、来ていただそうですよね。 そうあのたくソースがったあよくご存知で広島の町にはね、はい、だから本当に一集落ごとにというか、えー、もうこの道を、えー、道路を一つ曲がれば一軒、うん、また一つ曲がれば一軒と言って、まあ、小さな、えー、その家のおばちゃんが一人でやってるような。えー 小さなお好み焼き屋っていうのが、えーあ、あ、ちこちにあったんですね。ねそれはあの観光客が行く屋台では。うん、屋台。みたいなところではなくて。本当に街角に。本当にあのー、なんていうか、普通にみんなが住んでいるところに、必ず一軒あるっていう。いね、そ,うその一つ我が家も、ね、お母様え。うちの母親が一人で焼いてて、えー、もう一人ですから。十、えー、人も座れば、満席になるような、小さなお店で。一枚安いんでしょうね。 いいかないぐらいのそれであんなボリュームたっぷりのものが食べれるということですね。一、うん、人でやってるもんですからね、まあ、うち男兄弟2人という家だったんですけども自宅と店がつながってるっていうお家だったんだけれども、はいえー、夕方ぐらいになればキャベツが切れるそばがなくなるそれでお客さんを返すわけにもいかないもんですからね、えー、まあ小学校から帰ってきて夕方。 吉野部キャベツとそば買ってきてっていうのがもう大体2日に一遍もう今つば飲んじゃいましたよ私ねで1,000円殺伐されて裏にあるスーパーに行っていつもいですね <laughs> そういうお使い小僧みたいな感じがぶつぶつ言いながら今も変わってきてないでしょうねぶつぶつ言いながらそういう買い物をしながら育つというまあそんな ああ数値に育ったんですね。そんな家に育ったんですよね。あの、まあ、まあ個人情報とかいろいろありますが、まあ人の門地っていうのはね聞いちゃいけないというふうに一般的に言われてるんですが、まあ国会議員ですので一応、えー、聞かせていただきたいんですが、お父様とかはどう、はい、どうされてるんですか。父親は、えーえー、タクシーの乗務員よ。えー してまして。そうなんですか。うん、そうなんです。じゃあ今規制緩和とかいろんな問題が起きると、うね、もう人ごじゃないですよね。そうですよね。今はもうやめてね、えー、あの旅館に、えーえー、旅館が持っているあの送迎バスですか。はい、あえー。これのまあ専用ドライバーとして。えー そうなんですやってるんですけどねで、お母様も今もお好み焼きいや、もうやめましたもう66、7にもなるそういう古き、良きお店がなくなってねなくなるのはねちなみに何てお店だったんですかあの、お好み焼き屋、ふみと言ってお母さんふみって言うですねいえ、長男があのふみとしというもんですからこの長男の名前をつけたというふうにねそこに生まれそうだそう、もう本当に近所からもご愛顧いただいてね あのいつもあ,のありがたいことに繁盛をさせてもらったんだけどもまあ亡くなる時にはだから随分近所の人たちには残念がられてねふみがなくなっちゃうみがなくなっちゃうっていうんでねあんな安くおいしく食べれたのいいっていう、ね、そう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 ですか今もね、えー、もうその家は引き払って別の、えー、家に実家は引っ越してるんだけれどもそうなんですかあの鉄板だけは 普通の家に絶対あるわけない鉄板を置いていて <laughs>、はい、ベランダにあベランダに、うん、年に何回かね、うん、この仲間たちやご友人呼んでお好みパーティーをするっていうのを <laughs>、うん、でもうお母様お父様お兄様でやられるということですいいですね。 はい、そしてあの、まあ、一応、共産党員じゃなくて共産党員ということですので,そうですいつから入党されてたんですかこれはね、えー、えちょうど次の柱にあるこの18歳、こ辺ですですねそうですねねそう広島大学に入学をしたんですが、えー、まあその入学とともにというタイミングですね、えー、それはきっかけはそれは今、何度も出ているこの母親が共産党員でして。えーえー ですから、あのーまあ、共産党はあのー、地域で支部っていうのを作ってね、えー、え支部の集まりを定期的にやるんですけれどもこの店もちょうどいいテーブルや広さもあってしかもまあたまにご飯なんかも食べれるもんですから、えー、その集まりっていうのを我が家でやってたんですね。えー、すごいところですね <laughs> そう,そう,でうちの母親はの地域の責任者みたいなことも一時期やってたものもありますから。あそううことじゃあもう知知るる人ぞ知る 活動の場だったんですそうですねだからそういう近所の党院さんたちが集まる場にえまあが我が家に来るわけですから僕や兄のこともよく知っていておさいちゃときからいいお兄さんお姉さんが皆さん共産党員だったというそうそうそうまあおじいちゃんおばちゃんおじいちゃんおばちゃんみんなそんなもんですよねだってビートルズ聞いて育ったらビートルズ好きですもんね。 そういういまあ近所のおじちゃんおばちゃんまあいいおじちゃんおばちゃんだなみたいな人たちからまあ18歳になったもんですからえこれからしっかり社会のことも勉強しにいけんでということで進められ、うんはい、もうすると何の迷いもなく <laughs> まあちょっと迷いはありまとけどねやっぱあったんですやはりそういうい時に自民党の、うん 人もいたわけですよね。地域に、なんか有名な人とかいたんですか?いいい。いましたよね。それはクラスメイトのお父さんが、市議会議員だったりみたいなこともありますし、ね。もっとこうこう、全国的に有名な方とかい、い、らっしゃったんですか?。近所に?。え、近所というか。あ,いいね、あ、そういう、そういう人は。うん、ああ、そうですか。うん、そして、あの、我ら高校生。 我ら高校生の編集長によくご存知。ええ、我々高校生ってご存知の方いらっしゃいます？知らないですよね。何ですかね。もう今すごい共産党の匂いがするんです。本当ですよ。そんな我らって言ってるのもなんか時代を感じますよね。すごいこう。本当ですよね。異文化を感じて。あの共産党とは違うんですけども、ちょっと説明もあれだなと思いながら省略したんですけども。 日本民主青年同盟っていうね。民政同盟。民政同盟それは知ってる方は結構いらっしゃいますね。それは結構いますよね。我ら高校生は知らないです。この民政同盟の高校生向けの新聞 <はい S 2> だったわけですね、えー。そこに私があのー、大学卒業をまあ入社というか就職したもんですから。大学卒業後に我々高校生の民政同盟に民政同盟に民政同盟に入られ,入,られ入った、ね。 ね、またお給料安そうですね。そうですね間違いないですよね。そうですね,ねえ、まあ、しょうがないですよね。活動ですからね。そんなもあって、えー、まあ、広島で活動し。えー、少し一時期、東京に、その、み、あの、我ら高校生っていう新聞を作るのは本部ですから。まあ、転勤という形でね。東京に移住もして。すごいですね。その時に、あの、先ほどもちょっと言ってた、狛江市にね。四年間。住んでた それがこの辺なんです。どれくらい配られるやつなんですか。我ら高校生っていう冊子は。当時で三千部ぐらいですか。今もっと減ったんですか。今はね廃刊になっちゃったんです。廃刊になっちゃったんですか。減りまくってちょっと減っちゃって。それちょっとあれじゃないですか。これからね選挙権が引き下げられるわけですから。そうですよ。今こそ我ら高校生がぜひしたいもんですね。ねおっしゃる通り。今こそですね。今こそ高校生たちに。だって共産党がそれは得意分野だったわけじゃないですか。そ若い人たちを育てるっていう。確かに確かに。 残念ですね、それはね。失われたな、十何年ですね。読者を増やしてね、これから。ちょっと見てみたいですね、復刻版とかね。どういうことが書いてのる。俺ら高校生ね。贅沢は敵だとか書いてあるんです。どうも共産党っていう、そういうイメージがね。え、あの、し、しん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 。冒頭言われたような、おしゃれな話とか。あ、そういうことも。そうそう、もちろん、もちろん。

ちょっとそして日本共産党職員になったわけですね。日本共産党職員になったっていうのはこの前の斉藤和子さんと一緒ですね。あれ斉藤和子さんですよね。和子さんの経歴をあまり知らない。斉藤和子さんね、あの共産党の本部にいたっていうふうにおっしゃってたんで。そうですか。やっぱ合わないんですね。合わない。彼女は千葉でしょ本部じゃ本部じゃない。僕は広島ですから。だから皆さんそうバラバラになって全国ですね。 はい。そして結婚もされて、うん、2002年にええー、若干24歳24歳で結婚されたんですかしし、ね、今お子さん何歳なんですか今年中学生あ、そんな大きいんですかそうですへなんかあのおひらひんベビーフェイスだからそんな大きいこともがいるなんてね <laughs> ちょっとね,っとね違和感ありますよね,すよねもちろん党員同士で結婚されているわけですよねあ、妻もええー、そうですねどこで知り合ったんですか それはね民生同盟の活動の中でやっぱりね、隅にも置けないですね、民生同盟で燃えますよね、そういう思想を信じやっぱりね、一緒にいろんな活動、いろんなことを一緒にやる中でそして初当選ということなんですが、これはどういう経緯で出馬のお話があったんですかんう えー、最初に出たのは2010年の参議院選挙じゃあ2回落選されてる 2> 2回落選いやまだまだですね、この前の斎藤和子議員も、本村信子議員も4回ぐらい、4回ぐらい落選されてたんですよね。 それも共産党じゃないとこれぐらい落選したらみんな心が折れちゃうって話をずっとしてるんですだ、ね、まだまだもうまだまだ <laughs> まだまだ、ね、すごいまだ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 ちだま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 だ落ちたうちにならないですよ,ですよ、ね、共産党員としては、うん、足りないですよそうで,す、ね、で3回目、えーえー、先ほど冒頭も言いましたけども2014年の総選挙で、はい、比例中国ブロックから。 なんと共産党が議席を増やした時なので2000年以来の議席を取ったというふうに書いてある、ねええ、そうですそうです,そうです14年ぶりということですねそうですね中国ブロックで言いますと14年ぶりすごいですねやそういう共産党は波がありますよねそういうねやはり政党政治にのがの声が高い時はやはり共産党というのはすごいフューチャーされるですよね,ねこの2000年からその中で10年間ぐらい十数年間出馬の経緯は どなたから言われるもんなんですか。それは、ええ、うーんやっぱり中央の本部の叱、うんえー、るべき方から、はあ、ちょっとお話がということでね。はあ、<れ>公明党さんにも必ずこの質問させていただいたんですけど、ええ、公明党の場合は結構隠すんですよね。何をですか。あの誰から言われたっていうのは。 ですけどまあ共産党の場合はか数必要なのでオープンにされてるみたいですねそうですね、えー、隠してないいみたいです私の時は、ね、あは今、副委員長されてる市田忠義さんが広島に来られて<ー>この特にこの2014年の時のの、ねはい、戦いはもう絶対に中国ブロックで今度こそ議席を獲得するんだというんで。 やはりもう広島ですからね普通の地域と違うちょっと違いますねもう世界でも稀な地域ですからねそうですそう中国ブロックでは14年ぶりですけど実は、えー、広島出身の衆議院議員っていうのは初めて、ね、持つことになったんですよこうやってバリバリのねあの、うん、あごめんなさい話飛んじゃっていいですかバリバリの共産党員に見えますけどもあの大学時代はなんか 路上ライブとかそういうこともやられたんですってあるんですね共産党の方もそういうことやっぱこうメッセージソングとか歌うんですか、ね、あのー、メッセージソングになるんですかね、えー、パンクロックが僕は大好事、えー、ザブルーハーツとかっていうのはまさに世代かなと思うんですけどもに中学校の時に本当に胸打たれてパンクロックって結構ね、えー 自民党の腐った豚とかそういうことではない。そういうことではないんです。やっぱりね。そうそうそう。まあそのような。戦闘機はいらねえんだとかね。そういうの本当にやってたんです。そういうの聞いて。あ聞いて。聞いてご自分でなんだか。間だこいだじゃないと。間だこいだも歌えますし。そう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 。やっぱりね今の社会おかしいんじゃねえかみたいなことは。 確かにフォークとかじゃないんですね。も,もっと過激な、ね、あの戦律なんですね。<laughs> <laughs> まあまあまあ,、まああ。そういうこともやられたんです。ううやられてましたね。たで今もやってるんですかたまに。今はやらないですね。もうね、し<ー>入れに眠ってますね、ギターはねー。まあ政治活動すると忙しいですからね。と、ね、にかく忙しい。 し人もいないですからね共産党の場合はねもう自分たちがもう百人分働かなくちゃいけないっていう感じでしょうねうきっとねはいわかりましたはい皆さん大平さん、はい、そういう議員ですのでいたしめ、はい、たし、はい,いたと思います幸せ度数年表でした<っ>はいえー、最近のセストピックスです もういろいろまあ広島はねあのー、の写真もありますが、はい、子育て安心の社会を、えー、返金なしの奨学金を、うん、学費は値下げを、うん、これも40年ぐらい前から言ってますねそうですかね<え>ずっと高いんですもんねそして支援うんこれ最近新しくできたポスターでこれこれは何ですか、ね、これご存知ですか知らないです,これ,ですこれ手話で意味があるんですよどういうことなんですか皆さんご存知ですかぜひっていうぜひ ぜひ共産党へぜひっていう意味の手話なんですってへぇ未来合わせあ力を合わせ未来を開こうとそうなんですかそうまた言いますけど C さん実際に会うとかっこいいですよね百八十センチぐらいあるんですもんねすご背が大きいねえまた言いましていつも言ってるんです毎回言ってるんですか前回から前回からこのポスターが飾られるようになっさんお会いされたいや街角でしかあ、そうですあとかは永田町で が高いとそうですだからあのテレビ見てる方でね、うん、もうちょっと丸い感じの人だなと思うと意外と C さんってかっこいいんじゃないかってっと不安を増やそうとしてるんじゃないかって勝手に言ってるんですすなるほど<笑><笑>すいまいろいろ共産党さんはねあのキャッチーなことを今やられてますよね。ええ ブラックバイトしかり、日本シネの、まあ、それは共産党がやらせてるわけではないと思いますけども、ね、保育所問題、問題ね、待機児童問題ね、問題ねかなりキャッチーなことをやられてますね、大平議員の,あのキャッチフレーズが、です、ねうん、なんでしたっけ、えー、と熱く優しく、若者が希望を持てる社会、はい、というのはキャッチフレーズ。うん これと、やはり、まあ、一般的なんですよ、うん、一般的なあの共産党にいたするイメージは、熱く若者がジャパニーズドリームを持って働い,て、うん、働いたりすると、潰されるんじゃないかっていう、うん、う私たちは平均して、出るくを打たれるじゃないですけれども、あんまり働かず、国のお金をあてにして生きていけばいいんじゃないかっていうイメージを勝手に持っちゃうんですよね本当、うん、これ間違えてますよね。 うでもやっぱり共産党っていうと、うん、そういうふうなガツガツ働いたりすると、うん、やはりそれは資本主義の権下だっていうことで、うん、排除されてしまうんじゃないかなっていうふうな勝手なイメージがあるんですけど,ど違いますかやっぱりなんだろうなまあ今のことを誤解だっていうことをちょっと一つ言うのであれば、はい、やっぱりあのー。 なんていうかガツガツ働きたい人は働いたらいいんですよ。えー、いいんですか共産党を支持しててもいいんですか。うん、もちろんもちろん。大丈夫ですか。もちろん潰されませんか。潰されないです。大丈夫ですか。むしろ、えー、一人一人のね、えー、国民一人一人の願いが、えーえー、なんていうか最低限実現されるような、うん、あそういうまあなんていうか後押しを政治はしていかないといけないんじゃないかっていうのが。うんうん 基本ス何、ね、ていうかみんながもうあまり何もせずに国の、えーえー、お世話になろうという意味じゃなくて、えー、みんなが自分の願いをこの,この社会で果たしていける、えー、仕事にしてもいろんな趣味的な活動にしても何でもね、はい、そのために最低限、えー、必要なーあーまあ給料だったりあるいは ありますけれども学びたいっていう人たちがきちんと最低限学んでいけるような、はいえー、教育費、えー、支援のうん、うん、そういう制度を作ろうとかっていうのがまあ 基本スタンス。そうですか。うん、だからやっぱり誤解をが起こしているということですね。ねそうです。もうどん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 。ただまあブラックバイトなんかとか言うと、っいいやっぱ俺たち働かなくていいんだみたいな、うん、そういうような誤解を生んでしまうんじゃないかなっていうふうに思ってしまうんですよね。確かにお亡くなりになったバイトの方もいらっしゃいますし。うん、まあ不当な条件で雇ってる事業主さんもいらっしゃるとは思うんですけれども。うん、やはりあまり。 あまりにもブラックバイトっていう言葉が横行してしまうと、うん、若い人がまた働く意欲はなくなってしまうんじゃないかなっていう心配が勝手にあるんですすけどねうん違いますかやっぱりバイトの人とかブラックバイトって学生たちが多いんですけども、えー、まあ学生たちは基本的には大学の大学生活や学業が本業っていうことで、ねはいえー、勉強が本業っていうことでしかもその学業学業をするために 学費費がが高かかかったり生活費がものすごくかかるで親からの仕送りも少ないっていうこともあるもんですからバイトをしないといけないというまあ関係もあったりする。で、そんな中でやってるバイトであるにもかかわらずむしろ私が学生の時とかもそうですけどね当時で言えば学生のアルバイトなんていうのはえまあ補助的なその,その仕事その仕事が回っていく中できちんとその正社員の人たちがいて。 あるいは社会人のパートの人たちがいて学生のバイトなんていうのはあくまでも補助的なサポートみたいな仕事を私もそんなことをしてましたけども中華料理屋であ中華料理屋でバイトしてやっぱ飲食系に行くんですね飲食系に行ってましたね夜ご飯が食べるあそれから感じでそうそう,そう貧乏学生だったんでねみたいなことだったのが今ではなんだか店長に変わるようなえそんなことまでねそんな責任ある仕事まで学生のバイトが捨てられて っているもんですからしかも発球で昔はやはりそう店長になったようなんて言ったら自慢して帰ったような気がするんですけどね<笑><笑>それままた違いすれで、ね、んていうかものすごい自分なんかシフト組んで組まないといけない立場にもなったりしてでシフトに穴が入ったら自分が入らないといけないみたいなことまで見直されてね、はい、なんだか学もう学業に戻れないテストもあるけども休めない場合とかみたいなことまでなってしまうのは。うん ちょっと違うなちょっとあまりにもひどいんじゃないかな、えー、そこは社員をきちんと配置してやるべきじゃないかっていうのが主張なんですけどねどそれで皆さん真面目だから重圧を押しつぶされてしまう学生が増えたということで共産党が声を上げたというそうですなるほどね、まあ、一概には言えないですねいろんな考え方がありますよね そうですか、あのー、あとはどんな今政策を中心にやられていらっしゃるんでそうですね一個お伝えしたいのは、はい、うんこの間私あの文部科学委員会所属してるんです、はいあのー、教育行政に関わるもので、えー、それで,でそこでも質問したんですけれども、えーあのー、先ほど少しテーマ話題にも出たけれども18歳選挙権が。はい この夏の夏参議院選挙から始まると、えー、そして今補選が補選はねどうも間に合わないみたいで二十歳からの選挙権になのですけども参議院選挙からはまあ始まるとい,、えー、ということもあったもんでそれに伴ってという形で文科省がね高校生に対する政治活動についてのこうやるべきだということを通知するものを出したんですね。その内容があまりにひどくて どうひどいんですか。自民党優位になってるんですか。そうなんですよ。す18歳に、ええ、あの選挙権年齢が引き下げられたということは、ええ、あの高校3年生の中に有権者ができるということになるわけですね。そうなんですよね。皆さん、すごい変化ですよね。怖いっていうかすごいことですよね。すごいうことですよね。もう今度の10月に選挙入れ,られる年に、ね。そうなんです。そうなれば、まあそうなってもならなくても私たちは学校でしっかり。 えー、政治教育、はい、主権者教育っていうのはやられないといけないと思うし、はいまあ、いろんな形でこの政治活動に関わるってことは、うん、大いに憲法上の権利としてやったらいいという,ふう立場なんですけども、はい、あのこういうことになったからということで文科省はね、はい、うんしかしあの学業に支障があってはいけないので、うん、高校生18歳の高校生の政治活動への参加は<え>、まあ、制限するべきだと。はい 例えばこれはいかがなもんかということで校内での活動はもとより休みの日のお校外での活動今あちこちで話題になってまあ国会前行動なんかもそうなんですけど若い世代の人たちがねたくさん集まる渋谷の前でデモするということもありましたいうこともあったりもするもんでえそういう休みの日に 校外での政治活動に参加するということは、これは学業に支障があるというふうに認められればできるできませんよということにしていると、それを把握するために学校は今全国で起きてるんだけども、事前に日曜日え政治活動に参加する場合は学校に担任に届け出をしなければならないよということまで高速に書き込むということまで出てるもんですから、それはいかがなものかということを。 ちょっと取り上げてやったんですねそれ公明党も同じ意見じゃないですか違うんですか。また公明党はどういう意見なんでしょうかよくそんなとは関係ないですもんそれをそんな通知はもう直ちに撤回せよっていうのをねやったわけですだってねここで例文質問出したんですけども家族四人で日曜日買い物に行きますとあるでしょで家電量販店に行きますよ そんでその買い物の帰り道、うん、駅前で安倍首相が街頭演説をやってましたと、はい、お父さんお母さんは、はい、あちょっと聞いていこうか、えー、聞いてみようかということで立ち回って聞く、うん、大学生のお兄ちゃんも、えー、ぜひじゃあ聞いてみようかなっていうことで聞く、はいはい、しかし高校生の次男はこれは学校に届けてないと <laughs>、うん、街頭演説なんていうのは政治活動そのものですからここに参加するとなれば見届け,になる見届けだから。はい 僕は耳を塞いでその場から芝居に帰っていかないといけないのかということを聞いたわけですよ。ただ、はい、否定できなかった。うん、校長がそうだと判断すればそうなるってこういうことですよね。もしそれが、うん、まあ処罰の対処罰っていうんですか。なんていう。うん、だから校長先生の,の対象になったとしたら、うんうん、学校から注意が行くということになるんですか。そういうことですね。ううすね校長先生から。校長先生から注意が行く。校則違反だという注意が。 あそれはこれはあまりに若い世代の政治参加をね,ねこれから広げていこうって言ってる時なのにそれ,それで活動の萎縮にもなっちゃうっていうことはね派生文科大臣の名前で来たということですねあのね初,中初,初等中等教育局長の名前で来た、ね、あそうなんですそうですこのままで行とね安倍さんの <laughs> 街頭演説だったらいいけど C さんだったらダメだとかねとんでもない <laughs> きっとそうですよ <laughs> きっとそうですよじゃないんですよ <laughs> いやまあ安倍さんもダメっていう話ですから今の、ね、今のものはねだからもうそんな自民党も一緒になって自民党も一緒になってこんな通知おかしいだろってやらないといけないでしょっていう話ですよだけど自民党ここしれっとしてるみたいな感じなんでしょうね安倍首相どころかあなた方みんなの街頭演説に関わる問題ですよっていうことになるわけですよそれをまあ自民党は そのまま見過ごしてるという。で、共産党だけは声を上げているという。だけか何か分かんないですけど。そうですか。もう一個聞いたんです。まだいいですか？も,もちろんです。聞きたいです。長谷大臣、ね。はい。っ、え、ね、え。自民党の入党年齢は何歳からですかって聞いたんです。僕。ええ、聞いたんです、ね。聞いたんです。質問で。委員会でね。委員会でね。はい、そしたら答えられなかったのもちょっとじびっくりしたんだけども。はい、ええー、18歳ななんだ。 らしいですみたいなこと言ってね18歳でしょと。ということはえ高校3年生18歳になった高校3年生も自民党に入りたいというふうに思ったら入れるんですよね。でもこの通知と届け出制ができてしまうことによって政党に入るという行為はこれ以上ない政治活動そのものですから当然自民党に入党するという前に。 学校にこれ届け出しないといけないんですかっていうことを聞いたわけですですよねたらやっぱりも,もご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 なってでも校長の判断でそうだすればそうですということになるわけですよねこんなことがあなた許されていいでしょうか自民党はいいという見解ですねそれはねそうですかそうですよ自民党はいいという見解いいという見解もっと締めた方がいいですねそれは細かく聞いた方がいいですねそうですよねえー、えー いやこんなね。いやでも高校生も気の毒ですね。高校生気の毒なんですよおっしゃる通り。ねえ自由な活動がね深めようと思って安倍さんも聞きたい、石井さんも聞きたい。そうです。いろんな人聞きたいと思ってる時になんかやられてしまう。こんな通知が出るとさ、いやちょっとやめとこうかというなるわけですよ。なるほどね。そのだからその通達がちょっと間違えてますよね。そうだと思います。我ら高校生復活するしかないですよやはり。 うんこれで知らせていくとうん、うん、こ,れこれでぐっとねもう街頭演説でそんなこと言われたらたまんないのでうちわの活動ですよそうですかええー、まあうちも外も 頑張りたいと思いますけど、ね。そうですか。そういうことがあったんですねそです。そんなことを最近の話題としてはね、やらせていただいたところですよ。あ、それはもう、本当に我ら高校生の編集長としては立ち上がるべきですよ。<laughs> あ、まあ、本当に。それはそうですね。高校生たちのいろんな声も聞いてきました、ね。もろですもんね。うん、一番知ってるらっしゃる国会議員の中で一番近い立場にいる方ですので。高校生のためにもね、うん。本当におっしゃる通り。かわいそうですもんね。ねかわいそうです。一番ね。 まあいろんなことを知りたいって人もいますからね、その受け皿っていうのは。必要ですよねすよすよ。知りたいと思うことはやっぱり知れる大人ってやですね。大人って怖いですね。本当,本当ですね。私も本当に、いつも言ってるんですけど、小さい高校、うん、あ、小さい時は共産党員が好きだったんですよ。大、うん、人になると変わってきちゃうんですよね。<laughs> こう、あの優しさが、こう面倒くさくなっちゃうんですよ。うん、本当ですか。そうなんだ、だから小さい時に。 先生優しかったあの大人優しかったっていうのは大体共産党にいんと今思うとそれがやはり大人になるとやはりこう自分も変わっていく周りも変わっていくよくないですね心が汚れてますねあの共産党の先生優しかったって思える時に戻りたいですねぜひぜひ今からでもいろんなしがらみとかねいろんなことを考えちゃうってねやっぱり安倍さんだよとか言っちゃったりとかそういうのよくないですよ まあ共産党がもっと大きくなれなってね、もっと皆さんに知っていただいて誤解なんかも解けてなっていくとそんな気持ちあの来てます我ら高校生って何ですかって来てますよ。説明してやった方がいいんじゃないですか。先ほどのまだ聞いてない方がはいあの日本民主青年同盟という青年団体全国組織が民政同盟ですね。民政同盟というこれは結構有名なんでしょうか。民政同盟が発行をしていた高校生向けの お週刊新聞でした。今残念ながら廃刊と言ったんですけど休刊ですね。あ休刊ね。休刊、ね、イコール刊以廃刊ですからね。<laughs> ですか。世間的にはね。そっか。はい。編集長はやられたいあ。で休刊ということをさせていただいて。<laughs> いやでも一日も早く復活を。ねえ、また復刻版読みたいですよ。ぜひぜひ。取りたいですよ。した、ね、いと思いますよ。え調べたいです。ね、はい。楽しみにしてます。はい。 はい、はい、最近のセットピックスでしたはい最後のコーナーです今だから言えるあの日のあの出来事ですなんかちょっと裏話的なことを皆さんお話ししていただいてますねなるほどはいあのー、そうですねちょっとまた外れるかどうかわかんないですけども、はい、私広島に今家もありまして、はい、うん国会議員になってね えーまあ、ここからは東京にあるもんですから東京と広島のの往復の日々なんですね、えー、週末に広島に帰り選挙区は中国5県ですから土日はまあ中国5県をいろいろ行き来してそして月曜日東京に上京するっていう、まあ、そんな、はい、え生活リズム、はい、活動サイクルをやってるんですけども、えーはい、あのー、実は。 広島、東京、まあ、新幹線で4時間ちょっとなんですけども、うんえー、新幹線で行ける一番遠いとこって言われてるんですね、うん、広島ねそれ以上行くと、例えば福岡まで行くと、もうそんなもん新幹線乗っ取られなくて、<ー>飛行機で。ああ、糸が早いというか。が早い、はいで。しかも広島っていうのは、飛行機の広島空港、ひろし飛行機が着く広島空港っていうのは、ちょっと田舎にあるもんですから。 空路で行っても陸路で行ってもあんまり移動時間が変わらないんです、えー、ですからあのー、新幹線4時間乗って行き来するわけです、ねはい、あのよくまあ支援者の皆さんやいろんな方に「往復8時間大変でしょう」っていうことを毎週行き来するもんですから言われるんですけれども、はい、うん実はこの移動時間が私 好きでした、ね、あやっぱり一人になれるからですからね、あのー。それもありますかね、えー、結構集中してあの小さなパソコンを出して、はいえー、4時間まとまった時間がありますからうんパソコン出して仕事をしたりとか、うんえー、落ち着いた静かな環境で本が読めたりとかいうのは結構国会でいろいろバタバタしてるたり、ね、あるいは地元であちこちバタバタしてるの。うん 中で見ると大事な結構静かな落ち着た時間でねこれがすごいいいなということがなんていうか一つあるのともう真面目なあそんなはずじゃないですねいやいいんですこれがいいですまだあるんです続き結構芸能人に合うんですよねその新幹線で吉とかユニコーンとかおよご存知で奥田んよって広島出身で 奥田民雄のお父さんっていうのは、ええ、実は共産党の議員さんだったんですか、ええ、これご存知でしただから民そんな感じすごい匂いがするどこからですかさすらいの歌だから,どこから奥田民雄を見ててってことそうなんですかそうなんです奥田民雄さんのお父さんは共産党員,産党員で市会議員だったか町会議員だったか、えー 一気なんですけどね。そうなん。それでユニコーンやられ、息子さんがユニコーンやられて、それで息子さんはユニコーンやられて、ユニコーン内で結婚されたんですよね。確かに。あ、そうなんですか。は知らないです確か同世代だったから、みんなそういう話とかよく広島の人から聞いてましたよ。そうですね。そうなんです。そうなんです。だからとってもあの広島であの故郷が同じだということに加えて、あのそんな事情もあるもんですから、余計に親近感が。 相手。ジェイザイキさんも広島でしたね。も広島ですね。広島のゲー。あ今さんといいなったんですか。知らないですけど。ちょっと違う感じがしますけど。もしかしたらパンって入るかもしれないし。まあ今の日本にねもう俺は脳を突きつけるとか言ってねそういう可能性もありますからね。そうですよね。はい。そう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 。あないそうそう。高島義洋さん。 小島さん新幹線でばったり見かけたっていうのはかちょっと嬉しかっね嬉しかったっていうかねそんなね共産党の第一子の方がいや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 う嬉しいっていうかまああって思うっていうかねちょっと幸せ話題になったり奥さんに LINE してみようそうそう写真撮るのは失礼なので撮りませんけどもね話題としては「今日あったよ」みたいなことはね結構行き来であるかなっていうのは。 新鮮ですね服着てましたね服着た、ね、小島芳生さんね裸の芳生さんしかテレビでは見ないもんですからそうですよね服を着てマスクをする、まあ、小島さんは新鮮でしたね,いいすねちょっと共産党のイメージが変わるというふうに来てますけどねはいえ、そんないいですねそんなことを ちょっと取るに足らない話でよかった。取るに足らない話でごめんなさいいやいや本当にいやそういうのそういうのはいいんですよ。そこでもっと取る話が良かったですね。いやそんなそんなすよ本当はシイが嫌だとかそういうねあのそうありえないですけど例えばそういう話をする人もいるかもしれないですよね。それよくないですよ。そういうほんわかしたほっこりした感じがすごいよかったです。そうですはい本当にあの熱く優しくいうことでやらしてもらってまして。はい。優しい方が多いんです。 そうじゃないとですよそうじゃないとやっぱ党的にだめですよ自民党はここで売りますから先輩をやっぱ中曽根が気に食わなかったとかねそういう好きなんですけどやはり共産党さんにはそういう話はしてほしくないそういうことに至らないどうでもこう牧歌的な話をしてほしいですしちゃうんですよねあんま政治家に向いてないですかねそんななこといですだって 我ら高校生。<laughs> <laughs> これからすごい私鍵を握っている方だと思うんで、これからのね共産党員の若手を束ねていく。例えばもう一番若いですしね、先生の中でね。これからだと思いますよ。頑張りたいと思います。それでは次の議員さんご紹介していただけますか。はい。言うんですかこれ。はい。そうです。あの日本共産党の池内さおりさんを紹介したいと思います。共産党ガールズ。 共産党ガールズで、男性の中では僕が一番若いんですけども。全体の中で、というか、まあ、女性も含めた全体の中で、最年少の。だから。国会議員。自民党でいう鈴木貴子さんみたいなイメージの方ですね。自民党になったんです。今あの人。あ、違いましたっけ。あ、自民党の所属なんじゃない。まだとか言ってるのか、わかんない。民主党を離党した、自民、に、鈴木貴子さんね。まあ、共産党でずっとね。 はいそうですそれはあの共産党の最年少池内沙織さん三十歳はまた本人から聞きますねじゃあとで電話してもらうんですが先にじゃスタジオから質問でお願いいたしますどうぞえ今日はどうもありがとうございます榎本でございますありがとうございますえまああのまあ今日で百七十四回八回ということでまだ私一回目から来ておりましてですねちょうどその頃はまああの えー、まあ民主党の政権で時代なかなか厳しい時代で、まあ、その後あの消費税増税とか、まあ、いろいろね、えー、やってきてなかなか今厳しくてですねアビノミクスもなかなか難しいというで当初から私なんかはあの消費税は増税しても税収は上がるわけではないという、まあ、ことを お話し,していたんですけど、まあ、それが現実的になってきていましてただまあそれをなんか責任転嫁するような形で、うん、安倍さんは衆参同時のまたもう1回解散して民意を問うみたいなこともちらほらあると思うんですが、うんでまあ、ここにきてまあいろんな政策の争点出てきてますけど共産党さんもこう学費の値上げとか まあ今、返済なしと奨学金とか子育て安心という、あ割とこうえどちらでといお金を使う政策になると思うんですね、うん。はい、で民主主義というのはどうしてもやっぱり票を取らないといけないのでえ財政赤字になりやすいというのはまあこれは政治学的にあると思うんですけどもえ今、1000兆円のえまあ国のまあ国というよりも政府の借金ですね国債あってこのまま,ですねまあ与党も野党もあのまあ耳障りのいいですね ばらまき政策ばかりをやっていてはですねこれ日本沈没してしまうと思うんですねですからどっかでこの歯止めを、ね、こうしないとというのはもうこれはもう切にお願いしたいとは思ってるんですが。 例えばこういうあのお金をばらまく財源とか成長戦略そういうところは、えー、共産党の政策、うん、もしくは小平議員のお考えはどういう形でえ考えているかす、うん。そう出ているものとかおっしゃられる通り、うん 社会保障でしたり、まあ、教育の問題だったりっていうことでどっちかというとこの、えー、税金をどう使うかっていうう使かとい話なんだと思うんだ思ですよ、ね、まあそれだけ本当に国民生活が深刻になっているっていうことの反映でもあるかなと思うんですけどもおっしゃられるとおり私たちも何といってもやっぱり税収を増やしていくそのために 落ち込んでいるこの景気を回復させて税収が入っていくようなそんなあの循環を作っていかないといけないっていうのは私たちももの大事な政策としてあの訴えていってるところですそのその意味で言うとまあ,まあちょっとあまり長くなるのもあれですけれども第2次安倍政権になって3年間。 なかなか給料が増えないとむしろマイナスだとそしてまあ年金なんかも減らされ続けてるとでそこに消費税が8%になり今度10%などことも言われていてさらにまああのいろんな物価の値上げ生活必需品が高くなるということもあるもんですからむしろこの3年間ちょっとでアベノミクス不況になっているというふうに私たちは思うわけですね。 今こそこのアベノミクスがやってきたことを転換させなければならないということで何といってもやっぱり労働者の給料が増えなければならないというふうに思ってましてそのためには鍵を握るのは私は大企業が抱えている内部留保これが300兆円とも言われる額であるとで空前の経常利益も上げているという中でこれをやっぱり吐き出させて えー、労働者に還元していくあるいは中小企業に還元していく政策を取りながら、えー、労働者の手取りを増やしていくっていうことに全力を尽くさないければならないと思うんですね。それをやる中で、まあ、あるいは政,策政府の政策としても今日は張ってなないのかな私たちはあの最低賃金をおまず直ちに1,000円以上にし。 え全国どこでも直ちに1,000円以上にし、を目指すっていうことともね打ち出しているこころですこれはあの政府の政策判断でできますから、こういうこともやりながら、やっぱり賃金の底上げを図っていき、そういう好循環を作っていくということをやっていきたいというのが大きい柱として訴えているところ。いいですか えーまあ、今、大企業の,その内部留保の話も出ましたけどもあとね賃金値上げもありましたけども、うん、あの会社の経営者、まあ、私、小さいながら経営をしていますが、えー、会社の経営をね考えた時にそれはもうあのどうしても経営判断をせざるを得ないところがやっぱあると思うんですよね。うん、ですからその政府がその一般の民,民 時間に対してあの給料とかそこまで決めるっていうまあ、最低賃金ではね。これ、人権の問題にもなってきますから、ある程度必要と思いますけども、うん、これはなんてだん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 。あの国家社会主義的な形になってきてしまうと思うんですね。やっぱり自由っていうところが、うん、まああの失われてきてしまうと思うんですが、うん、その果たしてそこまで。 大きな政府政府がすべてそこまで、うんえー、いいのかどうかというところもあるんですが、うん、その辺のところの,あの考え方はいかがですか、うん、あ,のあまりにもこう民間に対してこう統制経済じゃないですけど私たち、まあ、あの大きい,なんていうか思,思想というかところで言いますとね、まあ、あの企業の皆さんとも本当に何と言いますか、えー、腹を割ってとっていうかね、えー あの対話をしていいいきたいなっていうふうに思うわけけですけども私はあの内部療法を活用してえ労働者あるいは中小企業に還元していくということはやっぱりあの企業の皆さんが健全にえ今後もえまあと日本の中でえ需要を生み出しえ企業が何て言うか健全に儲けていくっていうかねいうためにも 私はどうしても必要だって思うわけですねだからあの、まあ、どの程度政府国がものを言うかということはまあ議論あると思うんですけれども何ていうか今の道を進んでいてはうーん内部留保あ法法人税減税が結局内部療法に積み上がっていくっていうことにな,な,なるだけしかならないというこういうことを進め続けていては。 やっぱり企業の皆さんが健全にこれからも発展していくということにとっても私はマイナスなんじゃないかなと思うものですからあのそこは統制をしていくっていうよりも本当にこの日本全体が好循環が大きい企業も健全に発展していく労働者その家族も安心して生活がしていけるということに。 なっていくためにもそういいいうう道が必要じゃないですかっていう問題提起としてねあの私は対話をしながらああいろんな経営判断というお話もありましたのであのそういうこともよくお聞かせいただきながらどの辺があの頃合いつくところなのだろうかということも含めてまあ対話っていう姿勢でやっていきたいっていうのが今私自身の思いでしょうか。 聞てますけどパナマ文書とかねタックスヘイブンとか許せないですよね,すよね許せないですよねやっぱりね対局ですよねあれはもうすごいことですねパナマ文書って見てみたいです、ね、見てみたいですねなんか偉い波紋を読んでるみたいで <laughs> 全世界で、うん、あの人もこの人も結局同じねみたいな、うん、税金払いたくないのねっていう、うん、そうそうそうやっぱりね あのお金、やっぱり税金というのはお金があるところから、応分の負担をしていただこうというのが、税金制度そのものの原則でもありますから、私たちもその立場で、やっぱりお金、の税金集め方というのは、やっぱりお金があるところから、その能力に応じて払ってもらおうっていうのが基本的な考え方で、やっていきたいというふうに思うんですよね。 一番時間切れにな,ならないように最初に一番聞きたいことを伺います私サラリンマンなんですけど、はい、共産党って名前変えませんか <laughs> 私は存続してほしいな <laughs> あの共産党という響きがね <laughs>、えええー、なんか中国で言えば人民服を着て自転車でみんなが同じところに向かって働きに行っているう ロシアで言えば軍服着て戦争の訓練やっているかなり今の北朝鮮っぽいね雰囲気でみんなで同じ方向行こうじゃないかみたいなねそういうイメージがそのネーミングに常につきまとっているような気が私なんかはするんですよね。そのの名前をもっと若い人たちがあのう 38歳の、ねえー、大平先生のアイデアでみんなが18歳の皆さんもうんうん、いいじゃんっていうような名前にするだけで、うん、議席は飛躍的に増えるんじゃなないかおっしゃってることは素晴らしいことだと思うんですけどこの日本共産党っていうのと代々木駅取った時のあのイメージが灰色のイメージがなんかちょっと。 変えたらどうですかそういう議論してないんですかっていうのは1点あと、えー、でお答えいただくと、はい、もう1点これは、えー、先生の個人に関わることですけども末は大臣ということがあるとすれば先生の場合は何大臣がかなもしかしたらもともと学校教育だから えー、安直にこれかなとかいうのもあるんですけども、うんえー、一体どんな、えー、担当をやってみたいかなそれちょっといい質問ですねそれ考えてもみなかったとかないですよねじゃあちょっと今ここで一旦切りましょうかじゃあその2つ目の方からす,、ねはい、すぐ今パッと思い浮かんだんで地方創生大臣おー 意外ですね。意外でしょう。文部科学大臣って言うと思ったでしょ文科省かと思ってました。文科省もやりたいですけどね。ええー、どなんでですか？あのー、地方創生なんですか？中国地方ってのは、はい、うん、えー、っとね、カソっていう言葉が、はい、発祥の地位が島根県のある町。過疎っていう、ね。へえ、あ、そうなんですか。で、まあ今話題になっている限界集落の問題とか。 いうのの,いうののいろんな指標を見ても一番切実な、えー、数値になってるのが実は中国地方の山口県のあっことか島根県鳥取県のあっことかっていうそんな地域なんですね <laughs>、はい、中国地方。で同時にそういう地域だからこそなんとかしようと限界なんて言わせないと若者たちの移住をお勝ち取ってね大いに若者たちの夢が あの実現できるような街にするぞっていうこのいろんな開拓精神やうんアイデアやいろんな挑戦がすでにこれも実は全国でも先進的に生まれ始めているのも実は中国地方だと私と思ってて深刻な問題を抱えているだけにそれを突破しようってチャレンジ精神やそのいろんなアイデアが集まっているのも中国地方だなというのを この1年半あの中国地方を巡る中でね、うん、あの感じてそ,そういうなんていうかまあ僕家的って話もあったんですけども <laughs> すまあの一方でその田舎みたいな、はいえー、風景とか、はいえー、そういう状況みたいなこと自体がとってもなんか心が癒されていいなこういうものが守られたらいいなという気持ちがあるのと同時に えー、若者たちが大いにチャレンジ精神で乗り込んできていろんな正しい開拓をしてるっていうこともとっても夢があふれてて、うん、素敵だな永久グルメとかをやろうとしてるんですよね、うん、とってもそのご飯がおいしかったり、うん、なんかそんな両方が、えー、心を動かされたもんですからそういう取り組みを応援したいっていう気持ちがもともとあったもんですからね。うん、何大臣をするるかとと言われると、うん ななんんだかそののがが自分の願いに合ってる気がしますで一、ねはい、つ目一、はい、つ目の質問は、はいはい、共産党は党名を変えないのかという問題ですけれどもあのー、まあ今日のメッセージの中にもいくつか寄せていただいたんでしょうか今、あのー、共産党に対するイメージが変わったっていうのをを、うん、結構あちこちで言っていただけるんですね、はい、うん今日もそのさんからも言っていただけたかと思うんですけれども。はいはい でまあ私たちさっき18歳若者たちの票をという話もありましたけども若者たちと話しててどうなんでしょうか共産党っていうイメージ言葉から来るイメージをあるいは偏見、えー、などを実は若い世代になっていけばいくほど薄れてい,いっているのかなむしろ、まあ、どんなことをやっているのかどんな人間人なのかこの人はということに。 え重きが置かれて見られているのかなという印象もあるもんですからこれからの時代はもう共産党だろうとなんだろうとお中身とお人間で勝負するぞという方の気持ちの方が実は私自身で言うとね大きく持っているもんですからえそういう意見に組みせずにやっていきたいという決意がまあ大きいというのがでも多いね そういう声い声い変えた方がいいんじゃないかっていう声はね善意、うんね、の意見として受け止めさせていただいてううでしょう、ね、あ受け止めさせていただきながらしかしあのこの名前に、まあ、あの誇りもあるもんですからね、はい、歴史もお持ってるもんですからそこは私たちあの大事にしたいと思っていましてむしろお努力方向として こういう場面にも、大いに出させていただいて。中身を知っていただいて。今日もいろいろ、寄せていただいた。誤解も。一個一個 <laughs> 解いていく。そ,うですね、そんな努力を。私たち、はい、まあ、若い国会議員は特に、先頭に立って、ね。本当ですね。むしろ頑張りたいっていうふうに思っております。すね、あど,うどうぞ、どうぞ、ぜひお願いいたします。<laughs> あの、えー。選挙協力についてですけれども。共産党って。えー、私の子供の頃から見ててね。 無理でしょうってところでも全部、えー、立候補を立てて、<う>あのこいつさえ出なければこいつが通ったんじゃないかみたいなことは毎挙に問わないかなという気がするんですよ。<laughs> それでもあの何らかの事情で、うんえー、共産党は、えー、立つのをやめませんでしたと。うん、この理由は何だったんでしょう。なんで全あの地方で立候補者を出したのか。うんうん、それが係の質問です。 それを何で出したかというと何で出したかそれは共産党の議席をどこでも獲得するためにえやっぱりえ私たちは今ある数ある政党の中で私たちが主張していることこそが今国民に求められえ政治に反映すべき内容だというふうに思っていましたからやっぱりあのー。 組めるところはその時には組,組,組,組める政党はないっていう判断をしてたもんですからであればもう出して当選のために全力を尽くすということでもうやってきたっていうのがこれまでの経過あの全国の党員、うん、党員からの党費でお金ですね党費で選挙活動なり党の維持をやってるということですか、うんうん 党費と、えー、私たちが出している新聞赤旗を中心とする事業活動そして個人献金、寒、えー、波ですねこの3つが財源です。そうすると、うんえー、例えば、えー、今度鳥取県では、えー、誰も立候補が共産党から出ないということ参議院の鳥取の5億ですね、えー、島根鳥取のね。 えそういうところで,ですねあの共産党は選挙協力のため、自党の公認候補は立てませんよというようなことがあった場合は、そこのエリアの党員の皆さんは、それはもう現在、進行形でやってることでして、参議院選挙の定数1の選挙区では、すべて32あるんですけども、すべてでえまあ安保法制の廃止。 えー、閣議決定、えー、一昨年7月の閣議決定の撤回ということを時点に、えー、野党統一候補を出そうということで既にあの擁立をしていた共産党の公認候補を下ろすということもこの間やってますだからそう,いうそ,こそういう政策合意ができたことを確認して下ろしているもんですからこの野党統一候補が私たち共産党にとっても勝利させるべき 候補者だということで、まあ共産党としては一致団結してあのこの人をそうということでやっているっていうつもりなんですけどね。あの歴史的な、えー、変換だと思うんですけども、党内は揉めなかったんですか？<laughs> あの揉めませんでした。あの戸惑いは <laughs> 戸惑いは起きましたけれども、えー、議論をして基本的にみんな大歓迎でこの方向で。 ぜひとも安倍政権を歴史的打ち倒そうということでみんな一致団結できているところですよ。うん、ありがとうございました、はい、だってずっとご質問者がもう選挙やられてからもうずっと我も我もの共産党だったわけですよね。それがまあ最近変わってきたみたいな。う必ずこう空気見なくて絶対落ちるだろうと思っても必ず出る割れるだろうと思っても出る、ね、そうすると漁夫の利になるという。 ですよね。まあ、質問はね。ずっとやられてたわけですよね。それをまた是正していきたいということですよね。そうですね。変わりましたよね。一番困ってるのはね、そういう漁夫の利を得た人たちなんでしょうね。これからね、まずいな。自民党。そうですよね。そうですよね。もう本当に安倍政権を終わらせるために。ね。決断したと。頑張ってください。頑張りたい。あ、じゃ、次の議員さんに電話していただけますか。あ、電話するはい。 えー、次の議員さんはお名前は池内さおりさんですね池内さおりさん、はい、共産党最年少の代議士という,うことですね,ね出るでしょうか、ね、今のご質問者の方も多分ずっと共産党入れてると思うんです、ね、<ー>私の読みでは言わないんですけどねこれは嬉しいですね、えー、そうやっていただきたい、えーまあ、人が何入れたってどうでもいいやですけど <laughs> 秘密ですからね,それはね日本はねそういうのありますよね アメリカどっちかというと、公明世代ですけどね。日本は夫婦でも隠したりとか、親子でも隠したりとか、ありますよね。留守電です。しばきたいのアイドルって書いてありますよ。<laughs> あ、切れた。あ、切れました。あ、じゃあ、いいです。<laughs> 大丈夫ですよね。大丈夫です。ええ、<laughs> 確認してるんで。いはい。 来週は池内沙織さんということでどうもありがとうございましたし、はい、どうでした番組終わりなんですけどもいやー最初緊張したんですけどもええー、そうですあれはありました池内沙織さんから <laughs> もしもし池内沙織さんですかね大平義信ですえ美、ー、輪チャンネルに来週ね出てくれるかな い <laughs> いともということで、確認できましたので、じゃあ、来週よろしくお願いします。はい。いや、本当ありがとうございます。問題なかったですか、秘書さん。上層部の方に大丈夫ですか。上層部の人によ。よろしくお伝えください、ね。わかりました。秘書会に尊敬しているところもある、たくさんあるんで。ね、憧れも思ってるんで。ね、ありがとうございます。ね。<laughs> いや読んでいただいて本当にありがとうございます。はい、こちらこそです。有事時間をもさせていただきました。本当にあの復活してくださいね。本当にね,ねいつ選挙があっても勝てるように、はい、もう日々全力で頑張りたいと思います。はい、素晴らしいですね。24時間活動している共産党員って感じですもんね。そうですかね,ね。そういうふうに思いますよ。はい、本当に国民のために頑張りたいと思いますよ。ね、はい。わかりました。 写真見たいと思います、はいえー、第178回目のゲストは共産党大平義信衆議院議員でしたありがとうございました